どうしてその魚屋さんで働くのああ、僕10年ぐらい地元の寿司屋で働いてたんですよ「いらっしゃせー!」みたいなね <laughs> 寿司屋で働いててでそれバイトで「社員になってくれ」とか超い言われてたんですけどでもラップ忙しくてそれ無理みたいな断っててでなのにそのバイトの後地元の町屋でセブンイレブンでちょっと深夜バイトしててでそこで働いてる時に おばちゃん、いつも来るおばちゃんがいるんですけど「おばちゃんっつったって可愛いよ60代くらいだけどすごい可愛いねちょっとね魅力のある女性なんですけどそのおばちゃんが来てさ「トルクくガタいいからさ築地で働きなよお金稼げるよ」って言われてそのおばちゃんは築地で働いてて商売する女性だったんですねでそれ言われて「マジで?」みたいな俺結構やっぱ金にがめついからもう次の日も築地行っちゃって何も調べないで。 <laughs> でもなんかガチンコ本番で店とか叩いて行って面接受けて人間力半端ないみたいな <laughs> 普通大体1週間ぐらいその期間合格が合格じゃないから待つけどもう言っとくよこの場で合格みたいなこと言われてそれで働き始めました悪いけどなめんな俺はどこでも行くぜ一発で一番好きな魚は何ですかあーサーモン好きっすね